はい、それでは5月21日土曜日、中野 TRF マーク・オブ・ザ・ウッズ3オス大会始めていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、今日はなんか画廊勢が悲しみを背負ってますね。はい、はい、参加者21名の 3on3 大会なので7チームなんですが、はい、よろしいか、大丈夫、始めちゃって大丈夫、始めちゃって大丈夫、始めて大丈夫ですか。あ、もうは、うん、はいはい、はい、いやいや、とりあえず、ジャンプテリーヌールサトージェニー F タイグラントチーム対15段チュンリー、15段チュンリーグラント、2段チュンリーグラントアニムグラントチームの対決です。はい、大丈夫でしょ。はい、では最初の組み合わせですね、テリー、ジェニー、グラントのチームに対して3人グラントのチームになります。さあ、この対戦カード、それしてエントリーネームすごいですね。15段チュンリー、2段チュンリー、アニムアニムさんだけ普通にエントリーしてるっていう。はい、じゃあじゃんけんで最初に出るプレイヤーか、まあ、後出し券ですね、後出し券か席の方を決めてください。はい、じゃあワンピーカーを選択、はい、筐体選択、じゃあ先方は誰出るか、まあ、グラウンドが出てくることに変わりないんですけど、はい、結構これ初戦から面白いかもしれないですね。さあ、では準備ができたらスタートボタンを押して始めていただきましょう。お願いします。さあ、まず初戦の組み合わせ、ワンピー側のプレイヤー、ちなみに今日の名前なんでしょうか。15段チュンリーさんか、2段チュンリーさん、誰ですか、タルチスさん、誰ですか、誰ですか、2段、15段チュンリーさん、はい、はい、1P 側が15段チュンリーさんで、2P 側が、ヌール佐藤さんのジェニー、はい、日本で一番チュンリーで、もしかしてなるほど、はい、さあ、かなりチュンリーとは似ても似つかないキャラですが、どういった立ち回りを見せてくれるんでしょうか。まず開幕 TOP 守りきった状態で攻めていったのはジリガー、ゴレッシュ中南技が通ってグータイルコブ、さあ、ジリ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 ダイルグリードを広げていくのはグラトガワ、飛び道具のバックルズ、さあ、これ棚技です。3回しっかりジャストしないといけません。まあ、画面端に追い込まれる形、しかしここでグラントイメージが溜まった、さあ、しっかり5番からエンギスピン、こちらの連続技ノーキャンセルでつながります。しっかり5番ですね、反発でもヒット確認してから十分つながります。はい、中足キャンセル砲翼流れずっと楽です。はい、まあ、2ラウンド目グラウンド側はゲージを使ってしまったので、まず序盤この TOP の体力回復を使いながらゲージを貯めていきたい。台車通ります、道開けてください、台車通りますよ。さあ、これハリアに対してどっちか噛み合ってサイド中断、試合の方はグラントフェイスダメージ積み重ねて、まず初戦取っていったのが15段チュンリーさん。さあ、続いて 2P 側のチーム出てくるのがエフカニさんのグラント、あ、グラント同キャラ戦、さすがにこれは経験の差が出るか。Round one. Fight.
さあまず開幕攻めに行くのは青い方のグランドエクタリさん。さあこれで 2P 側のチーム自動的に大将がゴンズさんの手にですねになりましたと。さあ小判強調ブレーキング、ブレーキングさえしてしまえば有利フレーム。さあこのように TOP を片方が残した状態で牽制の無限だったらさすがに負けるのは厳しいと。最後は強調陣しっかり当ててラウンド取っていったのはエクタリさんのグランド。開幕股間股間2発確実な演説に。さあこの連続技が当たると TOP が消えてしまいます。さあこの状態になるとですね片方のグランド側はこの TOP の回復を生かしながら戦えます。時間を軸に使って攻めていってもよし、しっかり攻めて体力リード広げるもよし。さあダンピーからメッション分かりづらい。あのメッションの後ですね少し待って攻撃出すと表になったりめくりになったりします。さあボッタチこの後どうするか。さあ最後ジャンプ D しっかりカップ D。 さあこれで 2P 側のチーム取り返していった 1-1 の展開。さあ続いて座るのは2段チンリーさんのグラント。さあ再度グラント同キャラ戦。本日の大会グラントですね、ここで全部グラントが固まってます。さあジャックの5段階に対して後で出した5段階。さあここでいきなりダッシュから中段を出す。これはさすがにしゃがんでしまうか。グランドというキャラはですね、ゲラ技は基本的に足払いしゃがみにしゃがみにぐらいしか基本的にはないので、ゲージが溜まってないとリターンが薄いのでほとんど勝ちで大丈夫ですね、はい、割り切って立ちガードするのもありでしょう。さあ最後は滅傷施設、おっとゼロドットっぽかったわ。ジャブの滅傷施設ですね、こちらゼロドットでジャスト不能の技になってます。ゼロドットになってしまったらもう避けるしかありません。なので当てんな、しかし発生が遅い、しっかり見てからガード。滅傷股間からいけずに、さあしっかりジャブの高打開ですね、2回空振りしてゲージダメ。アジリッと画面端が近づいていくか、押し返していくで強調メッションで逃げていく。さあこのように時間を稼ぐことに2カウントごとに1ドットずつ体力が回復しています。さあこれ手を切って、さあお互い壮絶な殴り合い、ということで下下げに対して強調。さあ中段に対して NC、これはお互い意外な選択肢組み出していく。さあ AC 同士相打ち。さあしっかりダッシュで組んで演技に。さあジャンピンメッション、さあジャンピンですね、ジャンプにガードした後に反射的にしゃがんでしまうんですが、スタートのメッションも中断になってます。思わず食らってしまう。さあ着地攻撃させなかった。さあしかし DOP は消した。ここからが勝負。さあ5番5番エンゲツリー、さあしっかり当てていったエクタリさんノリノリ。さあこれで 2P 側のチームが、ね、2連勝の勝ち。さあこれで出てくるのは 1P 側のチーム。さあ大将になりましたアニムさんのグラント。そう当然 TOP は先頭の配置。まあ、グラントというキャラはボイル高いんで基本的に戦闘安定ですね。さあ強調からマネキンのコンボ。さあ副長だ三振入れた、しっかり強調メッシュまで決めて大ダメージ。さあこれ同ゲージコンボでこの火力。さあコパン強調、しかし遠いため5段階入らない。ガン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 コパンと押していく。さあこれですねコパン割り込みづらいですね、グラント側は有利フレームです。さあうまく割り切って上段下げなんか使って割り込んでいくのがいいでしょう。はい、グラントの上段下げすでに2段技で1段目にキャンセルが来ますので、まあ、正確には空キャンセルなんですけど、上段下げ弱光段階なんかで抜けていくといいでしょう。さあ鬱陶しい。
はいはい、だからノリノリでやってる。ノーレッションからマヘキしっかりやって、強調メッション、ゲージは温存、サイド中だ。これは見えなかった。さあ削り、これは発覚。はい、勝ったのがエクタリさんとグランド。はい、こっちのチームですね、ジャンプさん、ヌール、佐藤さん、エクタリさんチームになります。おめでとうございます。はい、じゃあ続いての試合に行きましょう。ひやみさん、本田さん、ゆうさんのチーム、はい、私と、キャッチガイさんと、プロプラスプラスさんのチームになります。お願いします。加藤さん、実況してもらっていいですか。こんばんは。はい、誰対誰なのかな。キアミさん、コンタさん、ニューさんチーム対、R さん、キャチガイさん、ツボプラスプラスさん。あ、ツボさん、ケビン。あは、あ、なんかこっちの R さんとキャッチャーさんとツボくんのチームはみんなメインキャラじゃないね。あは、余裕でさ。まず1戦目は R さんのドーファン、大将コンタさん。でも R さん一番最初ドーファン使いでしたね。あ、そうなんだ。昔のね、超絶昔のアルファの動画に R さんいたの覚えてんだ俺。さあリードしてるのはうまい、このクーさんの切り返しはうまいですね。まあ踏んづけの後はジャストできなくなるんで、さあスーパージャンプで逃げた足払い。さあ逆に出たけど勝利。あ、うまい。おっと、危なかった。今のはスパドン確定だったが、投げて、さあどうする、めくらない強心脚。これすいません、それ春からなんですよ。ああ、なんとかなる。うまいけどこれ相打ちなんですよ。俺それ知ってるわ。そう、あれ相打ちなんですよ。スパロンで発生がゼロなんですけど、判定が強いわけじゃないんですね。結構いろんな技と相打ちになっちゃうんで、しかも空中の ID にあの強制停止のあれが働かないんで、余計にそういうことになっちゃう。うまい。さあこれはダウン回避の置き攻めいかず、ゲージため。あー、この組み合わせはまあやっぱ なんだかんだ言うてもドンファン有利かなと思うんだけど、これやっちゃった。死にはしないが、これは絶望的。さあもうガードもできない。ギリギリなのかな、あれ。ちょっとなかった。はい、1本目はコンタさん。さあキャッチャーさんとツボくんが両方ケビン、お前ら、俺ケビン使いとカイン使いには厳しくするから。やっぱこの2キャラはちょっとおかしいって。どうかしてるよ。さあ色も嫌な色だこれ。しかし確か先々週か、 JR さんになんか本田さんポコポコ勝ってたからどうなんだって話なんですけど、このキャラ荒らしに来ると本当マジやばいんで。 JR さんみたいにある程度のモラルがあるとあれなんですけど、もうとりあえずコパンコスローゼみたいなやられるとやっぱ相当辛いですね。さあ車状態決めて画面端、さあ空投げうまい、低空ジャスト読んでたのかな。しかし画面端しかも、あ、これで64ケビン有利。はいはい、8-2 かな、あ、9-1 になったか。あっと出なかったが、すげえくる、すげえクリクリ回すわ。おっと出ないで、どうだ、うーわうーわね、ひどいでしょ。ね、ひどいでしょ。これが確定するのよ。行くぜ、ボンボンベンバーズ。おや、7割体力がないな。これ死ぬんじゃないか、受けてみな。うーわこれはひどい。溜まっちゃいますか。さあ出てくるのはニューさんのホタル。あ、ホタルホタルマルコのチームにケビンケビンドンファン。確か元福井勢の方で、今ちょっとで今なんかこちらに来てる方で引っ越したという話ですね、確か。なるほど。
井県、元福井県最強ホタル。あ、はい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 、知ってる知ってる、動画見たことあるわ。名前でエントリーしてたことがあったような。大会だったかなんだから優勝してたんだよな。さあこの組み合わせはほんと辛い、辛いっていうか蹴るに楽なやつっていいんじゃねえかな。出やがった、ほんとこれ考えた眉とかいう人どんな人いるよな。あれひどい。でもあれ一応近距離コパンがプラス2だから頑張ればってことなんですけどね。さあ上下け、さあ画面端、あーこれがきつい。あしかし当たらねえ。まだ何度か TOP が残ってるので今のうちに修正したい。しかしコパンが早い。さあ飛んで A 級クラッシュさせて、おっとミスるけど、さあこれは入らない。あ台車通ります、道開けてください。これはしかし来た、ファンタジスタ大将極みまる子、これは極みさんだったらもうキャラの有利不利関係ないからね。さあ TOP1 をどうするか、戦闘。さあこれはもうゲージ溜まる前にって感じですかね。おい溜めてた流線剣、攻めていく。あっとこのワンミスが痛すぎる。立ち火、あーシャダー A からなんとか。そうあのねトラップかな、ローターが入んなきゃそんなじゃないんだよねダメージは。まあこれ地上戦がやっぱお互い厳しいから、しっかりマルコはあのケビン側のこういう安易なコパンドマにはガーキャン取っていきたいって感じですね。で2択もあっさりあれで拒否されちゃうんだけど、これは今明らかに極みさん極みスペシャルやろうとしてたのに、なんか別の技が出てカウンターでしたね。これでキャッチャーさんリーチ、あー手出してない。あそこは投げに来るポイントなんですけどね、しっかりフルコン叩き込んで、あフルコンじゃねえか、禁止禁止ダッシュ5番かフルコンは。さあ貢献何の脅しなんだろうかさあうまい、これはいい疾風逆が当たらない、中段を避けられて貢献。さあどうする、さあ電気あったい、超酒しっかり見てる。あーやばいやばいやばい、あ死んだ。いやーひでえゲームだこれは、ひどい。勝ったのは極みさんじゃなくてR さんとキャッチャーさんとツボさんのチームですね。次おみくじさん、タニさん、バカさんとセーラービーナス、セーラーマーキュリー、セーラージュピター、お願いします。バカですか、あ、棚と入ってバカ、はは。和田くん、ゴンさん、試合やで、じゃあお願いします。はい、じゃあ次の試合ですね。はい、皆さん揃ってますか。こちらのチームは揃ってると、はい、じゃあじゃんけんの方お願いします。誰が誰だかこれキャラで判断するしかない。これ多分あれカノモさんの案ですよねチーム名。あ、そうなんですか、はい、セーラームーンのアクションゲーム、あーはい。あー、それで決めたんですか。はい、はい、あーなるほど。またヌルさんがすごい騒ぎ出すんで。じゃあ決まったらお互い席についてスタートボタンを押して始めてください。お願いします。なんかセーラームーンの話題になったらヌルさんがすごいうるさくなるんで。
はい、ちなみにニコ生の方残り67分経ってます。はい、はい、じゃあ 1P 側の方に座るのがセーラームーンチーム2P 側に座る先方が谷さんのドンファン。さあドンファン同キャラ戦、 1P 側がいつものカラーですね、ピンク色セーラージュピターさんのドンファン、 2P 側が谷さんのドンファン。さあ谷さんはかなりですね、大会前の後試合ですね、人が少ない時間からずっとやってました、かなりのやる気で。さあジャクの四連脚でね、ゲイタメ、まあ、ドンファンは一連溜まった時に使えるスーパードンファン脚ですね、空中のゼロフレーム安定技があるんですけど、そちらが非常に優秀なのでゲージを食べたいと。さあここで飛んだところ空中投げしっかり見ています。さあ空中投げはガードすることもジャッシュすることもできません、縦に外すこともできません、かなり強力、安易な飛びは全部空投げで落としましょう。さあ最後空投げしっかり決めて、まずラウンド取っていくのがセーラージュピターさんのドンファン。歩いて投げて、さあしっかり拒否、ジャンプでオキテナ拒否して、しかし画面端そこからおっと今日の主人客狙う技しっかり刺さって浮いたところ、スーパードンファン役かける2回から、さあさらにこの後追撃が入ります。クルタジン、さあジャッククルタジンですね、4段フルヒットすると今日よりダメージが高いです。しっかりフルヒットさせて、さあ中堅で出てくるのは、本日のエントリーネームがバカ、はいはい、バカさんですね、はい、バカでいいんじゃないですかね、はい、3はいらないと思います。はい、冷たいはい、さあハリアフット天秤でティウピ突入、しかしドンファンまだここから。さあジェニー戦はドンファンティウピ真ん中の配置、さあしっかりハリア2段ジャストからクルーサジン、さあ2段までやると基本的にめり込んでるんで、あのようにリーチが短い技でもガーキャンで反撃することができます。逆に言うと1段目ですね、これをガーキャンしてしまうとスカル危険性があります。さあ投げはしっかり外す、さあコパンコパン刻んでしっかり攻めたところ、クルーだけこれはいい反応。さあ1ラウンド目取っていくのかバカいや自分で書いてますからこれはいさあ再度前方ジャンプに対してはしっかり空投げ、さああれを徹底されると伸びづらい、で陳情投げ、じゃあジャンプリーのめぐり出しは今日の空差陣、これで画面端いい位置取り、さあ慎重に慎重に牽制を使って固めていく、ドンファン側ガクラマジカだがジェニー側ハリアビンを使って返していく、さあ上段下げしかし技は出していません、空中で技を出さないと着地公職は1フレームしかありません、差し込むのはかなり困難。さあ残り時間が少なくなってきた、サイド空投げこれはうまい、さあ残り時間少ないが最後はしっかり時間使い切って、さあこれで 1-1 The Challenger。 さあ続いて出てくるのは第2回日月精神覇者、さあ来ました、本日のエントリーネームはセーラーマーキュリーことモンちゃんのホタル。さあ TOP はお互い戦闘同士、さあハリフリーあの技判定が非常に強い、しかも3段目ですね、着地間際に追加を出すと有利フレーム固めが継続します。さあ再度ハリア、あのように2段目が使っても3段目早く出せば繋げます、はい1段目3段目繋がってしまいます。さあしっかりジェニー限定決めていく、さあこれで体力ホタル側が大幅にリード、画面端 AB コンビネーションから攻めていく、しかしここはガソメが甘い時にしっかり投げていく、さあ高集団を使ってうまく跳ねて画面端で逃げたいが通常投げで追い返す、足からノーキャンセル目に目に、
さあ最後はバックス重ねを食らってしまい、まずラウンド取るのがバカな人のジニさあこのクラゲしっかり相手前方ジャンプを見たのを見てからしっかり飛んで投げていきます。さあ徹底しているジニー側攻めない。さあしかしホタル側も何度か切り崩すべくダッシュから攻めていく。ここでバックステの隙にハリアが刺してしまう。さあバックステップの隙は前キャラ1チームで極力ねありますので、読まれていると技を刺されてしまいます。しかしバックステップは成立した瞬間から無敵打ちなので、回避中段もかなり優秀ですね。おっとこれは低昇ランキングミス飛んでしまった。ここでハリア残り体力ゼロドット、台車通ります、道開けてください、台車通りますよ。 The Challenger